いきなり危険な異世界などに行けるか。でもあなたのステータスはかなり高いのよ。私だって隣でサポートするわ。だから安心して。どうせろくなサポートではないだろう。失礼ね。私は女神よ。決して死なないし、あなたが怪我したら治癒魔法で回復させてあげられるのよ。所詮裏方、大して世界を救う役には立たないではないか。女神に対して何たる態度。殴ってやりたいわ。とにかく異世界行きが拒否できないならこちらにも条件がある。条件？条件って何？まさか私を。ダメよ。女神と人間の行為は。せめて入念な準備はさせてもらう。俺が納得するまでだ。何なのこの勇者。いやーすごい、おりましてね、もうトレンド入りも上の方に来て発表。こうなったら意地でも見てやる。うなれメガビックパワー。ほわー、目玉飛び出そう。でも我慢より足るで、あなたはやればできる子なのよ。これで本当のステータス。ブッなんじゃこりゃ。ドイツ人会で見た数値の5倍、いや10倍以上。スキルも特技も増えてるし。てかこんなのあの短期間じゃ無理よね。ってことはまさか最初の修行が終わった段階からフェイクのスキルを。あの時すでにヒオスマキナを上回るステータスだったのに。身長を期して修行なんて。病気、これは完全なる病気。はあ、すごい。だいたいリハを見に行ったのはともかく、なんで飲んでるんです。今何時だと思ってるんですか。酔っ払い。リハの後先生に誘われて、でも舞い上がって食べられなくて飲みすぎ、ごめん。リハどうだったんですか。すごかったよ。ビエラ先生もオケも。My head's all grave。 やだ、酔っ払い。マーラーの2番知らねえの。聖なる時代。バキャン。ははははは、プロ。いやちょ、怒ってる。ごめんなさい。いや、怒るようなことじゃ。私、いつも会長を困らせてる。私ね、いつもね、どうしたらいいかわからないの。初めてのことばかりだから、わからないの。だから、私が知ってるやり方しかできない。他のやり方を知らない。こういう風にしかできないの。だから今日はね、一緒に寝よう。え、いや、後ろ嫌だ。照れてるんですか。おかわいいこと。やあ、まさか一着とはな。トレーナーさん。ん？泣いたって本当ですか？は、泣いてないって。なんだ？これからもよろしくお願いします。あれ、今泣いて？泣いてねえよ。ったく。これからです。私は夢を叶える、そして約束を守るためにも走り続けます。いいね。
いずれ取りに来ると思っていたぞ。その瓶の中にいるのは私の獲物だ。さっさと出してもらおう。これは鬼柱様への土産にするのだ。手を出すな獣。鬼柱、早く出せ。逃げ足の早いやつめ。助かったよ、にゃんこ先生。結局瓶から出られないままだがな、天童ノブルス。さすが、ありがとうございます。いやありがとうございます。いやもうちょっとこうなっ、ただいま紹介に預かりました北村優作です。へえ、私は、いや俺は会長が、あなたが好きだー。俺がここに立っていられるのは、あなたという人に恋をしたからです。会長が言ってしまう前に聞きたいんです、あなたの気持ちを。望みはゼロですか？俺と会長の間に特別な縁などなかったのでしょうか？どうか聞かせてください。いやー、素晴らしい。お願いします。お願いします。謝らねえでくれよ。俺は人中力だから、昔は辛い時もあったけど、父ちゃんも母ちゃんも別に恨んだことなんてね。そりゃ、親の愛情ってのは正直よくわかんなかった。父ちゃんも母ちゃんもずっといなかったからよ。なんとなくしか。でも、今はわかる。自分の命を俺のためにくれた父ちゃんと母ちゃん。俺の器にも9秒にも先に愛情が入ってるって分かったから、だから俺も幸せだ。父ちゃんと母ちゃんの子でよかったよ。おい、すごい。お願いします。はいはい。一人で左右を同時に見ることができねえんなら、右を見るやつと左を見るやつ、その二人に分身して役割分担をすりゃいいだけの話だったんだ。さっきの俺の影分身がヒントになったってわけね。とは言っても、それはチャクラと影分身のあるナルトだからこその方法論だ。俺はともかく四代目であっても不可能なやり方だ。ったこいつは。さすがは意外性ナンバーワンの忍者だな、ナルト。なんだかな、俺はお前のことがものすっごく好きだったぞ。できた。いきなり決まること言うなってばよ。つうか近すぎ近すぎ。いやいや、あっち行って、あっち。そういう意味じゃん。いや、そういう意味だよ。あっち行け、あっち。いや、なんていうかさ、そのほら、いいだろう。素晴らしい。5年一時50分に感動光景が見られると。ありがとうございます。マイク、うるさいな。逃げなくてよかった、本当によかった。いや、正直言って絶望が俺の心を包んだ。我が娘の私を見下した侮辱がなかった。向かう決断はつかない。おかげで矢が地面に落ちる余地を見ることができたよ。ジョルノ・ジョバーナ、この未熟な新入りが、お前は器ではなかったということだよ。どっかに飛んでいっちまったポルナレフが言ってたろ。矢を支配できる覚悟のあるものを選ぶとなら、しつこいが本当に逃げなくてよかった。お前は矢に拒否されたんだ。依然変わりなく。もう、まあ、これは
マイク。俺は今何を見ているんだ。頭をぶち割ってやったんだ。早く帰ってください、もう早く。いや、この後のシーンが良かったんだ。うるさいな、もう座って早く。しばらくってどのくらいですか。エルフ、家族だって言ったじゃないですか。一緒にいてくれって言ったじゃないですか。いや、言わないで。エルフ、お前のその気持ちは契約で刻まれたまやかし。違います。私、アコールさんが人じゃないことも、そのことで苦しんでいたこともみんな知っていました。でもそんなの関係ないです。アコールさんはアルルを助けてくれました。私たちにぬくもりをくれました。みんなのためにって一生懸命で。そんなアコールさんが好きでした。好きですって言いたかった。アコールさんが傷ついて苦しんで悩んでいたとこ抱きしめてあげたかった。契約なんて関係ないです。これからは抱きしめてあげられます。なのに。ありがとう。そんな言い方ってずるいです。ずるいですよ。いや、もうもうツイッターにも国宝っていくもんね。散々な一日だったな。はあ、確かにそうですね。まさか今日の騒動で午後の授業が潰れるなんて。本当に君は勉強のことしか頭にないのだな。すみません。別にいい、もう慣れた。はあ、まあいいんじゃないか。君も僕みたいな可愛くない女とは一緒にいたくないだろうからな。十分可愛いと思いますけど。どうしました。夏木さん？なんでもない。あ、でも顔が赤。なんでもないって言ったらなんでもないの。夏木さん。うるさい、ついてくるな。自分何かしました。夏木さん、待ってくださーい。めっちゃ緊張した。素晴らしい。